皆さん、こんにちは。今回は情報番組の MC として知られるフリーアナウンサー宮根誠司さんの最近の言動について深掘りしてお伝えします。日々正確な情報を伝えるべき立場にありながら、しばしば首をかしげるような発言をする宮根さん。今年に入って新たに積み重ねられた疑惑のコメントや行動を取り上げ、メディアの在り方について一緒に考えていきたいと思います。まずは2024年4月に起きた千鳥大悟さんとの騒動から見ていきましょう。芸能ジャーナリストの竹下光氏はこう語っています。10月6日の番組表を見て驚きましたよ。フジテレビが日曜夜にミスターサンデーとスポルトが超合体スペシャルと銘打って2時間半超の特別番組をオンエアするのですから、絶対に交わることのない断絶状態の2人がどう絡んでいくのか全く予想がつきません。竹下氏が驚きの声を上げるのも無理はありません。ミスターサンデーの司会を務める宮根誠司さんと、今春からスポルトのキャプテンに抜擢された千鳥大悟さんとの共演 NG 説がささやかれていたからです。因縁の発端となったのは2024年4月7日放送のミスターサンデーでした。番組ラストで次の番組のスポルトに出演する千鳥とのクロストークが繰り広げられたのですが、その中で宮根さんは千鳥、生放送の時は癖を減らせとアドバイスしたのです。これに大悟さんは、宮根さんも喫煙所は気をつけてねとやり返し、にやりと笑みを浮かべたところで CM へと切り替わりました。この一触即発の空気の背景には、宮根さんの韓国での喫煙トラブルがありました。3月に韓国へ渡り、ドジャースとパドレスのメジャーリーグ開幕戦を観戦した際、禁止区域で喫煙していたことが発覚し、情報ライブ宮根屋で謝罪することとなったのです。大悟さんの外資はこのスキャンダルを巧みに利用した倍返しだったわけです。昭和芸能、この放送を最後に2人のクロストークが行われることはなくなりました。4月以降は人気アニメ「鬼滅の刃」が23時台に放送されたこともあって、ミスターサンデーとスポルトが番組表で接する機会は激減。9月に入ってようやくクロストークができる状況になったのですが、宮根さんと大悟さんがテレビで言葉を交わすことはありませんでした。業界では宮根さんがご立腹で千鳥に共演 NG を突きつけたとか、不穏な噂が飛び交っていたそうです。しかし両者ともプロフェッショナル。もしも番組で合体となっても、過去の因縁はきれいさっぱり忘れて、特別番組を盛り上げてくれると局側は信じているようです。この騒動はメディアの顔として活躍する者同士の緊張関係を浮き彫りにしました。視聴者の皆様はどう感じられましたか？プロフェッショナルとして過去の因縁を乗り越え番組を盛り上げることができるのか、その結果に注目が集まります。次に2024年9月16日に起きた将軍に関する珍発言を見ていきましょう。日本時間2024年9月16日の朝9時からアメリカのロサンゼルスで開催された第76回エミー賞授賞式。俳優の真田広之さんが主演とプロデュースを務めた将軍が作品賞を受賞しました。真田広之さん自身も主演男優賞を受賞し、監督賞フレデリック・イーゴー・トーイ、主演女優賞アンナ・サワイ、音響賞撮影賞など18部門受賞という快挙を成し遂げたのです。この前代未聞の快挙を同月16日放送の情報ライブミヤネ屋で取り上げたのですが、司会の宮根さんが俳優名を間違える大失態を犯してしまいました。画面に授賞式の映像が流れる中、スタジオでは宮根さんが半分くらいまで見ていると述べて、すごいリアリティがあると大絶賛。その後、これまた見る人が増えるんじゃないですか、配信されていますからと語ると、画面には助演男優賞にノミネートされていた俳優の浅野忠信さんと平竹宏さんが映し出されました。惜しくも助演男優賞受賞を逃したことについて宮根さんは、浅野さんも惜しかったんですけど、良い演技されていましたよね、平さんもねとコメントしたのです。
さらに興味深いのは、この失態に対する芸能界の重鎮たちの反応です。余談ですが、この失態に反応したのが、渡辺謙さんが所属する K-の社長である河村達夫氏、すぐさま平さんの所属事務所の最高経営責任者である生島博さんに電話して、平くんのこと平くんって言っていたよ、と報告し、クレームつけた方がいいよ、と助言したとか、そのエピソードを生島さんのラジオで聞いたのですが、さすが芸能界の重鎮と言われるだけあって、俳優の立場を全力で守る姿勢がうかがえます。このエピソードは芸能界の縦横のつながりと俳優を守る姿勢を垣間見せてくれます。同時に宮根さんのような影響力のある立場の人物が作品を称賛しながらも出演者の名前を間違えるというのは、昭和芸能、視聴者に対しても作品に対しても失礼ではないでしょうか。平竹博さんにはこれからも有名作にどんどん登場してワイドショーの司会者を見返してほしいものです。と同時に、一般人が間違えるならまだしも、ドラマを見ていると豪語し、曲がりなりにもワイドショーの MC を務めているなら不勉強と言わざるを得ません。情報を正確に伝えるキャスターとしての基本が問われる出来事だったと言えるでしょう。さらに宮根さんが番組で示した落雷対策が即死レベルの危険行為だったという事例もありました。2024年は9月に入っても厳しい残暑が続き、熱中症とともに懸念されていたのが全国各地で発生しているゲリラ雷雨でした。9月8日には栃木県の野外音楽イベントの会場で落雷が発生し、スタッフ9人が足のしびれを訴え、そのうち6人が病院に搬送された事案も発生しています。これを受けて9月10日放送の日本テレビ系情報ライブミヤネ屋では、突然の雷から身を守る方法を解説したのですが、司会の宮根さんの不用意な発言にツッコミの声が殺到する事態となりました。スタジオでは気象予報士で防災士の蓬莱大輔氏が、近くに建物がない場合の対処法である雷しゃがみを実演。足を閉じてしゃがみ込み、かかとを上げた状態で耳を塞いでみせました。蓬莱氏が、耳を塞ぐのは雷の音で鼓膜が痛む可能性がありますと説明し、宮根さんは、かかとを上げるというのは、と質問。蓬莱氏は、接地面を少なくしますと述べて、足を開いていると、片足から通って、もう片足の方に電気が抜けていって、体に電気が通ってしまう、と続けました。つまり、雷しゃがみは、しゃがんで姿勢を低く、足を揃えてかかとを上げる、両手で耳を塞ぐ、というこの3つがポイントで、山登りをしている際には、リュックを足元に置いてその上にしゃがむのも有効だと解説しました。重要なのは、接地面を小さくすることだと説明していたのですが、宮根さんはこんな落雷対策を口にしました。例えばちょっとでも身をかがめようと思って、寝るっていうのは危険なんですか。この発言に蓬莱氏は、え?と驚きの声を上げて、めちゃめくちゃ危ないですよ、と真顔で回答します。なんで?接地面が多いってこと?と尋ねる宮根さんに、蓬莱氏は、そうですそうです、と述べて、地面に落ちた雷、心臓が近いんで、より危ないです、と注意喚起しました。専門家はこう指摘しています。蓬莱さんが何度も体の接地面を少なくするよう訴えていたのに、寝るというのは明らかに危険行為と言えるでしょう。せっかくリュックの上に乗る方法まで紹介したのに、おそらく宮根さんの頭には全く入っていなかった様子。しゃがんだ体勢でも、寝そべった体勢でも、高さはそれほど変わらないので、直撃するリスクもほぼ同じとのこと。上から落ちてくる雷よりも、地面を伝って流れる電気に警戒して行動することを覚えておくべきです。これらの事例から浮かび上がるのは、メディアの顔として活躍する宮根さんの言動と、その責任の重さとのギャップです。正確な情報伝達、適切な言葉遣い、そして常に学び続ける姿勢は、キャスターとして欠かせない要素です。発言などを聞いていると、およそキャスターとは言えないような知識量や方言が目立ちます。
正しく伝えることが任務としてあるのならば、しっかりと勉強をして司会進行に臨んでほしいものです。この動画が有益だと感じていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今後も皆様と共に成長し、より良い社会を築いていくための情報と議論の場を提供していきたいと思います。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。